世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは日本の高級車といえばどの車を思い浮かべるでしょうか。今回は国産車の中でも最高金額とされるレクサス LFA が海外で注目を集めていましたので、海外の反応も含めてご紹介します。まずレクサス LFA とはどのような車なのでしょうか。 LFA とはレクサスフラッグシップアペックスの頭文字を取った社名で、その名の通りレクサスブランドのトップに立つスーパースポーツカーです。世界超一級レベルの運動性能と超一流の感性と感動を持ち合わせるスーパースポーツカーとして開発されました。世界でわずか500台の限定車で、日本での販売台数は165台のみ。予約受付から注文が殺到し、あっという間に165台に達し、予定よりかなり早く予約の受付を終了しました。レクサス LFA のインテリアとしては、運転席と助手席を分けるようにセンターコンソールが高めに作られています。そこには空調やインフォテインメント用コントロールなど様々なスイッチ類が配置されています。またレクサス LFA には一般的なシフトレバーがセンターコンソール上になく、ギアチェンジはステアリングコラムについているパドルスイッチで行えるようになっています。運転席と助手席には世界でも珍しいシートベルトエアバッグを内蔵。シートは8ウェイ調整式のセミアニリン本革シートを標準装備しています。スピードメーターやタコメーターなどのメーター類は DFT 液晶式とされ、モーター作動の可動式リングを組み合わせたものを搭載しているなど、当時としては最新の技術が盛り込まれ、現代の車と比べても遜色ない装備やメカニズムを採用しています。フロントミッドシップに搭載された V 型10気筒 4.8 リッターエンジンは最高出力 560PS、 最大トルク 48.9kgm を発生。わずか 1480kg の車両重量と相まって、異次元の加速パフォーマンスを見せてくれます。多くのスーパーカーがミドシップレイアウトを取るのに対し、ドライバビリティを重視して FR レイアウトを採用しました。そこにはかつてトヨタが発売していたスポーツカーである2000GT へのリスペクトや、フラッグシップスポーツとしてのこだわりも垣間見えます。開発には2000GT と同様にヤマハが関わり、レクサス LFA のエンジンサウンドチューニングなどを手掛けています。エンジンメーカーとしてだけでなく、楽器や音響メーカーとしての技術を活かしているのも興味深い点です。最近の量販車種の場合、そのほとんどは車のベースボディであるプラットフォームやエンジンを共用しています。共用する理由はコストを低く抑えるためです。エンジンやトランスミッションまで新しく開発し、プラットフォームも一から開発する新規投入車ともなると、かかる費用はざっと1000億円。それら開発費を予想される販売台数で割った数字が車1台の価格になります。そのためエンジンやシャーシを共用してより多くの車を製作することで、価格をより安く抑えられるのです。一方レクサス LFA のパーツのほとんどは新しく設計して作られました。しかし生産台数は全世界で500台と少なく、1台あたり3750万円という価格で全く採算に見合っていません。開発費は少なくとも500億円以上はかかっているはずなので、500億円割る500台で1台1億円の価格に設定したとしても、利益としてはほんの少しかもしれません。このような点から見て、たとえ利益が出なくても世に送り出したかった特殊なモデルであることがわかります。世界最高レベルのトヨタの技術力、レクサスのブランド力を世界に発信するという大きな意義がこのレクサス LFA には込められていたのです。レクサス LFA は500台という限定生産なので、シリアルナンバーのプレートが貼られています。その他にも見えないところに特別な刻印が刻まれています。レクサス LFA のエンジンはエンジン1機に対して1名のエキスパートが担当し、最初から最後まで全て組み立てます。そのエンジニアの名前を刻印したプレートが
エンジンの左シリンダーヘッドに貼られているのです。日本では昔から大工さんが建てた家のどこかに大工さん自身の名前を刻む風習がありますが、これはその伝統の現代版とも言えますね。そしてレクサス LFA は2012年12月14日に500台の生産を完了したと発表されました。わずか2年という短期間でした。次にレクサス LFA と他の車を比較してみましょう。レクサス LFA の価格である3750万円といえば、高級車の代名詞であるフェラーリやランボルギーニも視野に入る金額です。また日本が世界に誇るスーパースポーツカーの GTR とレクサス LFA はその価格や速さなどがよく比較されます。速さで比べると GTR もレクサス LFA もほぼ互角です。1000万円の GTR がフェラーリやランボルギーニなど3000万円以上の車より速いことも魅力の一つです。この値段の差は一体どこから来るのでしょう。最大の理由はGTR が量産を前提として開発されたスポーツカーであるということです。専用プラットフォームなどこだわるところは徹底的にこだわっていますが、それ以外の部分では徹底的にコストダウンをしています。 GTR はスポーツカー、レクサス LFA はスーパーカーという位置づけなので、価格も存在意義も異なるのです。例えばレクサス LFA では排気音チューニングにおいても莫大な開発コストをかけています。速く走る以外の部分にもこだわりがあると、当然開発費も跳ね上がるわけですね。その意味でレクサス LFA は速さ以外にもあらゆる点でこだわり抜かれた国産スーパーカーと言えるでしょう。さてそんな国産スーパーカーであるレクサス LFA がロンドンの街中を走行する動画が海外で投稿され話題になっています。動画の投稿者によると、ロンドンの街中でレクサス LFA を見たのは初めてのことで、めったに見られない光景だと興奮が伝わるメッセージを残しています。レクサス LFA が道路上で停車をすると、近くにいた人たちが集まってきたそうで、車の所有者さんのサービス精神からエンジン音を聞かせてくれたそうです。フェラーリ F430 と共に走行しているのですが、通行者たちのカメラはほぼ全てレクサス LFA に向けられています。この様子を見た外国人からは多くのコメントが寄せられていますので、ご紹介します。レクサスは大成功したな。彼らが作るマシーンは素晴らしく美しい。レクサス LFA は日本が生んだ傑作車の一つに入るよ。そこまで多く走ってないのがあまりにも残念だ。本当にそう、500台しか作られてないからね。レクサス LFA のエンジン音とタメを張れる車は間違いなく稀だと思う。この車がもう生産されてないなんて。ハイエンドのスーパーカーをレクサスも作れる、それを証明するために500台に限ったわけだ。鼓膜が喜ぶ音はレクサス LFA の方だと思うんだ。俺もレクサス LFA のエンジン音の大ファン。レクサス LFA は音にツヤがある。レクサス LFA には一瞬で引き込まれちゃう魅力があるよな。レクサス LFA は手元に置きたい。俺はレクサス LFA のエンジン音の方が好きなんだよ。俺はフェラーリの大ファンだが、レクサス LFA にエンジン音が負けてるのが残念でならない。君は正しい。少なくともエンジン音はレクサス LFA が上だ。レクサス LFA はフェラーリ F50 に対する日本からのアンサーだよね。最近じゃここまで良い音をするエンジンはめったになかった。比較できるのはチューニングしたポルシェ918くらい。エンジンの音が完全に F1 カーのそれでたまげた。レクサス LFA は魅力的な車だし、エンジン音は最高だ。それにしてもやっぱりレクサス LFA はかっこいいぜ。いかがでしたでしょうか。中でもレクサス LFA のエンジン音に魅力を感じているコメントが多いですね。死ぬまでに一度は乗ってみたい車として挙げられることが多いレクサス LFA。 しかし今後はコレクターズアイテムとして取り扱われることになるでしょうね。
今後さらにプレミア化したらどれだけの価値になるのでしょうか。果たして 2000GT のように何倍もの価格がつくのでしょうか。皆さんは一体いくらになると思いますか。よかったらコメント欄にて予想を教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。